7月27日、1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて222円と82銭高、3万2891円16銭でした。トピックスは 12.05 ポイント高の 2295.14 でした。プライム全体の 61% に当たる1126銘柄が上昇しました。下落したのは全体の 33% 621銘柄ということで、プライム市場しっかりした動き、指数も上昇、日経平均は3日ぶりの反発となりました。マザーズ指数も 1.93 ポイントの上昇でした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均、中央銀行ウィークを前に昨日おとといあたりはほとんど動かない状態でしたが、昨日の FOMC を無事通過したと、市場予想通り25ベーシスの利上げだったと、予想通りの結果で一旦は安堵したようで、今日はプラス圏 0.6% の上昇でした。ただ今日夜ですね、 ECB ヨーロッパ中央銀行、そしてさらには明日日本銀行の会合を控えていますので、なかなか FOMC 通過しただけではどちらかに振り切るというわけにはいきませんでした。それでもしっかりという一日でした。こちらアメリカの利上げをめぐる見方というのはいろいろありますけれども、今日銀行株、それなりに一旦は買われています。三菱 UFJ フィナンシャルグループ10円と50銭高 1% の上昇でした。明日日銀の会合がありますが、銀行株、日銀の動き注目でありますけども、今日のところは一旦 FOMC 通過後の安堵感というところでしょうか。銀行株今日は総じてしっかりの動きでした。また指数インパクトの大きいところでは半導体関連ですね。8035の東京エレクトロン、こちらも大きめの陽線をつけて 2.7% と、それなりに人気化していました。今日の東京市場、明日の日銀はまだ残っていますけども、 FOMC 通過で、無事通過、予想通りの通過ということで、一旦は安心感が先行したのか、日経平均株価3日ぶりの反発で引けました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。